アンドレアス・ウムランド・オクライナとロシアの現代歴史や生態変化を対象とする政治学者である。ソビエト後の極右、地方自治体の分散化、ヨーロッパのファシズム、共産主義後の高等教育、東ヨーロッパの地政学、ウクライナとロシアのナショナリズム、ドンバスとクリミアの紛争、及び欧州連合の近隣地域と拡大政策について研究出版している。 キエフのウクライナ未来研究所の上級専門家であり、ストックホルムのスウェーデン国際問題研究所の研究員でもある。キエフに住んでいて、キエフモヒーラアカデミー国立大学で政治の准教授として教えている。2005年から2014年にかけて、キエフモヒーラアカデミー国立大学とフリードリヒシュラー大学イエーナが共同で運営する、ドイツとヨーロッパの研究における新しい 修士プログラムの作成に関与した。1967年に東ドイツのチューリン元州イエナ市で生まれたウムランドは、1981年から1985年にかけてマーク・ブランデンブルクのビーゼンブルクにあるロシア教師研究準備のためのエーリヒ被害の後、特別高校で教育を受けた。1989から1990年に、 ライプツヒのカール・マルクス大学、1990から1992年と1994から1995年に、ベルリン自由大学1992の1994年に、オックスフォード大学、1996から1997年に、スタンフォード大学でロシア語、ジャーナリズム、歴史、政治を学んだ。フリードリヒ・エーベルト財団。 外務、英連邦省及び、ドイツ学術交流会及び、ドイツアカデミック奨学基金からの奨学金を受けていた。1999年に、ベルリン自由大学で、歴史学の博士の学位を受け取り、ロシアの政治におけるウラジミール・ジリノフスキーの台頭に、関する論文。2008年には、ケンブリッジ大学で、政治学の博士号を取得し、ソビエト後のロシアの、 市民社会に関する論文を発表した。1997年から1999年にかけて、スタンフォード大学、フーバー戦争革命平和研究所の北、大西洋条約機構フェローであり、2001年から2002年にかけてハーバード大学ウェザーヘッド国際情勢センターとデイビスロシア研究センターのディセンフェローだった。 1999年から2001年にかけて、エカテリンブルクのマクシム・ゴーリキー、記念ウラル州立大学の国際関係学部で、市民教育プロジェクト及び、ボッシュ財団客員講師として、2002年から2003年にかけて、キエフ・モヒーラアカデミー国立大学の政治学部で、教弁を取った。2004年1月から12月にかけて、オックスフォード大学でロシア及び東、 ヨーロッパ研究の臨時講師を務め、セントアントニーズカレッジオックスフォードのフェローを務めた。2005年から2008年にかけて、キエフシェフチェンコ記念国立大学の国際関係研究所でドイツ学術交流会の講師を務め、2010年から2014年にかけて、キエフモヒーラアカデミー国立大学の政治学部を務めた。2008年から2010年にかけて、 バイエルン州のアイヒシュテット・インゴルシタット、カトリック大学の歴史社会学部で現代東、ヨーロッパ市の上級講師を務め、2019年から2021年には、イエナのフリードリヒシュラー大学の政治学研究所のポストソビエト問題の非常勤教授を務めました。2014年に、キエフのユーロ大西洋協力研究所のシニアフェローになり、2019年には、 プラハの国際関係研究所のヨーロッパ政治センターの非居住者フェローになり、2020年には、キエフのウクライナ未来研究所のヨーロッパ、地域、ロシア研究プログラムの上級専門家、およびスウェーデン研究所のロシアとユーラシアの国際問題のプログラムの研究員。ウムランドは、学術書シリーズ、ソビエト及びポストソビエトの政治と社会の創設者および総編集者であり、 シュトットガルト、ハノーバーのイビデムバーラグ著に出版され、コロンビアユニバーシティプレスに配布された本シリーズ、ウクライナの声の創設者及び総編集者でもある。2008年以来、バイエルンを拠点とするロシアのウェブジャーナル、ファイの共同編集者である。極運の探検シリーズ、シュトットガルト、 ハノーバーのイビデム・バーラグ・チョに出版された、ソビエト及びポストソビエトの政治と社会のジャーナル及び、フォーラム・フィア・オス・チャラペーシェイ・デーン、ウント・サイト・ガイ・シークと、ファシズム、比較ファシスト研究ジャーナル、セウ政治学ジャーナル、イデオロギーと、政治ジャーナルなどの編集委員である。ありがとうございます。